どうもおはようからこんばんは、トドでござる。モンスターハンターライズサンブリック、始めていこうと思います。発売してからちょっとね経ってはいるんですけれども、私もねかつてワールドを実況しておりまして、でせっかくまあ何か始めるんだったらと思ってスイッチ持っていますし、久々にねこのハンター生活に復帰したいなと思って久々に始めております。でせっかくですから実況もしていこうかなと見た目の方はねこんな感じで、いつもおじいちゃんなのは相変わらずで、作品を経るごとにどんどん老けていくんですよね。セカジーやってた頃は渋いおっちゃんだったのが、ワールドの方はまあ前から見ている方々はもうご覧の通りの見た目で、今回もね和風な感じですからね、ちょんまげも買って見た目ちょっとね、引いているから分かりづらいと思うんですけれども、見た目ももう可能な限りおじいちゃんにしております。最初ね、スキンヘッドにしていたんで、進撃の巨人のね、ピクシス司令っぽく、あのそっくりな見た目になっていたのを、ちょっとちょんまげ買って、で、ヒゲも変えての、で、さらには服の方も重ね着かな。あれで、ね、和風な感じでやっております。武器はね、もう見てください。今回はライトボウガンでいきます。いつもね、武器に関しては、近接2つガンナー1個ぐらいのローテーションでやっているんですよ。で、ギルドカードの方で、おにぎりにしているんですがね。まあ回数的にはね、まあ武器使用回数ももうちょいで100回ぐらいかな。そこまではやってる。プレイ時間も41時間ぐらいやっておりまして、サンブレイクが出る実は 2,3 日前に買ってね、パックを買った方が安いんですが、でも1日2日ぐらい早くやりたいなと思い立ったが吉日ってありますしね。それでまずはモンハンライズを買ってからので、サンブレイクの方を DLC で落として、でコツコツとやっててね、私の性格上ねまだマスターランクには来ていないんですよ。要はこの辺のクエストを全部やっていかないと気が済まない人で、村クエはね最後集会場を進めれば出るクエスト以外は全部終わらせてて、この辺進めているとね、昇格試験で上位に行けるんで、現在ね、まだハンターランクは6なんですよ。集会場の方がね。ご用件をどうぞ。回はすっ飛ばしているにしても、上位はね、もう地道にね、先のランク行く前に、ここまでの全部の討伐をやっとかないと気が済まない人なんで、まだね、この星6も進めている途中でして、こんな感じにやっております。ワールドのモンスターもいますし、今作初登場もかなり多いみたいですし、そこら辺ね、久々とは言っても、さらに新鮮な気持ちで、モンハンライズの世界に浸れることができればなと。で、武器はさっき言った通りライトボウガンで、近接の方はね、チャージアックスをサブとして、今作は使っておりまして、ワールドか。ワールドの方では、双剣と片手剣と狩猟笛と弓か。で、やってたんですよ。だいたいその辺ローテーションでやっているんで、双中棍以外はメインとして最低1回は使ったことはあるんですよ。だから、モンハンライズのね、アイスボンボを影ではやってはいたりしたんですよね。そこではスラッシュアックス使ってて、チャージアックスはモンハンの4だったっけな、で使ってて、ちゃんとねそこら辺でダラ・アマデュラだったっけ、アメも倒したりはしているんですが、今回ライトボウガン使っててめちゃくちゃ楽しくて、チャージアックスほったらかしにしてずっとねライトボウガンばっかり使っている。装備の方は私が始めたのがサンブレイクの直前だったんで、武器的にはなんかちょっと強いのがありますよね。なんだこの里森を武器派生、これなんか他のレアリティに比べれば同じレアリティでもこっちの方がかなり強いですよね。
要は早くねマスターランクに行くためになんか追加されたっていう感じなのかな。いや強いんだったらもちろんそれは使いますし、かといってすぐにマスターランクには行かずにちゃんとね下積みをして頑張ってね地道にマスターランクに行ければなと。だからタイトル的には3ブレイクとは言ってもまだ3ブレイク的な要素には達していないところもあるんですよね。そこら辺ねタイトル詐欺かもしれませんがご了承ください。じゃあお食事、あそうだ、お供はねガルムだったっけは使わずに、私ねあんまり新しい要素ってそんなね合わないところもあったりするんで、要はクラシックな立ち回りっていうのかなとかしたいんですよ。あ、虫さんとかはね使ってピョンピョン飛んだりはしますが、そういうのがあってね、だからアイルとかもアイル2体にして、名前はねもうワールドの見ている方はご存知の通り、1匹目はウサミさん、私のペットのねウサギの名前にしています。いや猫じゃない、ほらウサギでしょ、見た目完全にこの頭とね耳とかウサギですよね、猫じゃない。こっちのきなこちゃんはね猫なんできなこっていうと漫画の方の六宝堂で飼っている猫の名前なんですがきなこちゃんにしてて、でまあこの2体のアイルーと共にソロでやっております。クエスト的にどうかな、1は2体ぐらいいければいいなと思っているんですよね。よもぎちゃん、よもぎちゃんめっちゃ可愛いよね。声がアスミンだからもうすごいね、耳にいいんですよ。かわいいな。くっそかわいいな。トゥーイーパー。ね、おじいちゃんでしょ、見た目。プハー。スキルは全部発動しなかったな。いいな、かわいいな。知ったどうだ、ララオネリ。さて、雷耐性上げていたのはなぜかというと、さっきも言ったように2体ぐらいを目標としていく、で上位クエストのまだ行ったことないやつから始めるとして、まずはこのジンオーガからやっていきます。ホムラの加護がありますよ。いいね、ジンちゃんも久々だな、 4G あたり以来かないたよね確か。で装備の方はねこういう銃にはしておりまして、貫通弾速射、レベル1が速射の通常弾とかも速射できる、かなりね優秀なんですよ。だからアイテムの方も私ね属性弾は使わずにこれだけの種類の弾でいってて、アイテムはまあこんな感じかな。一応ね捕獲も考えているし、鬼人薬とかも攻撃とか使って、種か忍耐とかああいう種を増やしてこういうのをね作ってて、まあ行きましょうか。食べて、ちゃんと食べて、おじいちゃん食べていることを覚えていますよね今回はね食事してすぐ戦うっていうんじゃなくて、道中巡りながらちょいちょい自分を強化していってモンスターのところに行くみたいな感じで、従来のやり方とはねだいぶ違うところもあるんですよ。起源万丈で、ステージ的には大社とか、ジンちゃんはエリア9にいる。トウ、いいな、こういうのできるんですね。ちょっと進撃の巨人っぽい立体機動っぽいところもありますし、あとはまあ前作のワールドのクラッチクローみたいな感じかな。なんで最初はねあちこち走り回ってちょいちょいバフをかけながら、あアイテムはねそこまで拾ったりはしない。ただ場所とかはね完全に覚えているわけじゃないんですよね。こういう攻撃力アップとかいっぱいありますもんね。で登っていったりしてて、
あ、場所はね、さっきも言ったように全然覚えては いないんで、まずは適当に歩いては行っているんですが、そこら辺はね、いや、この場所にこれがあって、このルートで行けばいいですよとかっていうのは考えてはいない。とりあえず歩いて行って、道中、まあこの辺いそうだなっていうところは歩いて行って、で、そうだ。ちゃんと鬼神薬とかも飲んで、あ、ナルガがいる。ナルガは今回お呼びじゃありません。で、この辺確かくぐれるところがありましたよね。あったあった。あ、でもこれはカムラポイントのやつだな。あ、で、ナルガが北に向かっているから、ジンちゃんと、で、ジンちゃんの近くにも、リオレウスか、なんかいますね。ここでは食事できないんですか？ふう、出てきました。おじいちゃん、携帯食料食えない。あ、回収していないんだ。これは失礼。じゃあちょっと帰ろう。メインキャンプ。ボン。トゥ。そうだな、話すことに夢中で支給品取るのを忘れていた。いいね。いわゆる集会所ってマルチ的な部分だから、こういうのごっそりいただける。敵の HP に関してはね、プレイヤーの人数で増えていくから、一人の時は、多分そんな変わらなかったかな。よし。よし。で、ジンちゃんとナルガが戦っていますね。こういうところだったら、総流で操って、まあ、うまくダメージを重ねることができればいいかなと。こんなもんでいいかな。雷ね、そんなに私、相手得意じゃなくて、今作ね、ワールドの時はそんなでもなかったのに、今作ね、飛びかがちが私一番苦手なんですよ。いやいや、これでもセカジーから始めていますからね。セカジーから続けて、多少のブランクワールドをやっていますからね。そこは頑張っていかないと。じゃあまずは様子見でもするか。戦って、で、送流できるでしょ？まだか。あ、ジンちゃんに乗れる。いいな、曲かっこいいな。空。今回こうやってモンスターを操ることができるんですね。ただそんなたまらない。よし、タックルが入った。ほら、あと一発だな。でもそれはナルガを捕まえるっていうのかな。もうちょいなんだよな。よし。討伐はジンちゃんであって、ナルガはそんなにやってもな、落とし物ぐらいはしてくれるか。はい、ご苦労さ。ちょっと おじいちゃん巻き込まれます。じゃあ、ナルガの落とし物をいただいて。行ったか？行ったか？やったか？ちょっとナルガさん、ナルガさんは巻き込まれただだけなんで。いや、ボウガン使っててね、貫通弾超気持ちいいんで、この動画を通してね、貫通弾の良さ、そしてその気持ち良さを皆さんにお伝えできればなと。あ、猫パンチが来る。場所はね、弱点狙っていった方がいいんですが、まあ、まずはね、V 破壊がメインですから。ほう。さあ、どんどん撃っていきますよ。あ、チャージする。チャージキャンセルは、まあ、そんなにはできてはいないか。やりすぎるとあいつ本気出すからな。ジンちゃんって。まずは V 破壊。おててと頭か。尻尾はね、どうせ報酬でも来るからそんなには考えてはいない。いや、もちろんできた方がいいですよ。おっと、で、貯めるか。貯めるんだったら、あ、まだ貯めない。で、おじいちゃん、ピオリソン。
溜め出した。じゃあ鉄鋼2弾頭にぶち込んでおこう。でこれでまた溜め出すか。貫通弾気持ちいいですよね。もちろんね弱点の方を狙っていった方がダメージは取れるんですが、ちょうどねおてて狙うチャンスですし。あ、回復ができる。ウサミさんは何にしていたっけな。攻撃タイプ、きなこはね回復系だったと思う。あ、でため出すか。で本気になったと。いいダメージ入るでしょう。あ、あらあら、エリチェンですか。貫通弾がほんと気持ちよくて、このためにね私ずっとライトボウガン使ってるみたいな感じで、他の武器にはいけないんですよね。あとはガンダーが楽というのもあってね。よいしょ。罠持っていてもそんな、そういえば使わないな。捕獲するかもしれない時に使うし。おっと外れた。てか V 破壊って私どこをやっていたんだろう。おっと、で貫通弾が終わりと。落ち着いたタイミングでちょっと調合したいが、リストから調合の、注意しろ。おー、かっこいいな。私あれか、貫きの実を持ってきていないのか。じゃあもう地道に行きますか。ライトボウガン使うのは本当久々でね、どこで使ったかもそんな実は覚えていない。セカジーでは使ってはいたんですよね。セカジーに関してはあの当時は全部の武器を一通りはメインとして扱うぐらいにはやってはいたんですよ。応急薬、もうそろそろエリチェンしてくれないかな。よし、行ったか。ライロウ流、ほんでだ、貫きの実を、あ、やっぱ持っていないな。ちょっと取りに行ってもいいが、まあもう一体ぐらいはね次取るつもりなんで、そん時に、あらあら、レウスもいるぞ。貫きの実な。お、縄張り争いか。これで死んだら面白いな。まあでもまだ弱ってはいないな。これは流撃。あ、で縄張り争いで、ちょうど相手持ちているんだったら拾いましょうか。どうも。あ、でも私貫きの実取りに行くんで、ちょいと失礼しますよ。あ、竜の涙、痛かったんですね。さあ待たせたな。こっちの手は多分まだなんだと思いますね。お、ライディーンをしてくる。おっと、周りに雷が発生するのって今まではなかったよな。今作で追加されたんでしょう。かっこいいなぁ。ジンオウがかっこいいですよね。アッシュも好き。アッシュの雷を飛ばすやつ、ファンネルみたいなやつ、あれもすごいかっこいいですもんね。あー、ジンちゃん弱っている。捕まえてやってもいいだな。
いや本当はね頭とか狙った方がいいですよ。うい破壊もおててが多分片方まだなんでしょうね。まここまで削ったんだったら倒そう。まだダメージ的には大丈夫。それは当たりませんよ。で通常弾よくやってるね。いいぞ。しゃあないからもう顔面狙っていきますか。よし、強化するためにうろちょろしていたら時間はかかるんですよね。下位ぐらいだったらそれで構わなくても、上位だったらやっぱ HP とかスタミナ強化とか攻撃力防御力そういうのをどんどん取っていった方がいいんですね。よしで、ナルガがいるのかちょっと遊びに行こう。ライトボウガンでやってて不利だなって感じたらチャージアックスの方には行くんですよね。でも大体はね問題なく枯れているし、強いて言えば何度も言うように飛びかかちだけは今作なぜか苦手でね、他は特に問題ないんですよ。でも1体ぐらいだったらもうライトボウガンでそれいいかって思ってしまうしな。いつも3、4種類ぐらい扱ってるのに今作はライトボウガン1本でいきそうな気がする。いや可愛いな。いや猫じゃない猫じゃない、ウサギですよ。お、いいね。壁玉っていうのかな。いや実況補正実況補正。さてお次はリオレウスの討伐に来ております。ここら辺はね、ボウガンかなりね、有利に立ち回れるんで、最初はね、最初は私がそんな苦手でもないモンスターからやっていこうかなとは思います。もちろんライトボウガン。で、今回は貫きの実を持ってきているんで、途中で貫通弾の調合はできます。速射が通常弾のレベル1とレベル2、で、3弾のレベル1と、このレベル1の貫通弾なんですよ。ただ、まあ、さっきの、神社の時と一緒のように、どんどん強化していかないといけないし、蜂蜜は今回大量にあるし、そうね、虫の採取も、フリークエストの方でやってて、今回ガブラス結構いるね。小型モンスターでもいろんなのがいるんだが、大型系って見ないですよね。見ないものもいますよね。例えば、ウロコトルはいても、アグナーコトルはいないし、他そういう系結構いますね。だから今後追加とかであったら面白いな。いや、アグナーコトルはそんなにか、そんなに好きでもないな。で、こっち方向にレウスがいる。あとはアンジャナフがいる。普通に上位に入って星5か6ぐらいに来たらもうラージャンがいるんですね。レウス発見。そこか。よいしょ。スキルのミニ戦は持っていますよ。危ない。今のは当たらなかった。で、どんどん爆破してやって。やっぱレウスと言ったら飛ぶよね。で、火をガンガン撃ってくるし、そうそう、毒もやってくるんだよな。よし。で、送流ができると。よし。で、適当なところで突進離脱と。で、ダウン回避もやっての、ダメージを与えていって、と、で、縛り付けているんで、翼とかいけそうだな。
うまく飛べないでしょう。カブラスの方が大きく見えるな。さあ攻撃し放題ですよ。おっと、まあまずは翼メインで狙っていっての、あ、でもう溶けたか。で飛んだんだったら閃光玉で落としての、あとはもう貫通弾を入れまくると。背中かな、本当は翼やりたい。火竜の浴槽か何かがね、そんなに実はないんですよね。上位のレイヤーは討伐済み。ピカーン、翼片一方はできた。おっと、鉄鋼榴弾に変わっている。鉄鋼榴弾に変わったんだったら頭に入れてスタンを取ると。怒りましたか。でもその隙を狙って鉄鋼弾入れまくりますよ。かっこいいな。翼片方やったら V 破壊は完了か。まあ、尻尾は一旦ね置いとくとして、でもそっち方向狙いたいんですよね。あ、いけたか V 破壊。 OKOK で、エリチェント、なんだ悠々と歩いているが、おじいちゃんがやってきましたよ。もう飛ぶのか。でしたら落ちるが良いわ。空の王者も情けない情けない。あとはもうぐるぐる回りながら貫通弾をお見舞いしていては勝てるという。いや、ボガンいいな。いいなというか楽だな。もう今後私ガンナーに転向してもいいかもしれんな。いや、でもそれは熱っ、それはまだ上位の段階ですから。お、癒しの果実の栽培中。いいでしょう、貫通弾の音がね、ほんと気持ちいいんですよ。しまくっている。あ、まだ V 破壊あったんだ。顔が達成できていなかったのかな。暴れ回っているな。まあ空の王者お疲れさんっていう感じでは。まだピヨっている間に打ち込んでおくか。びっくりした。ダメなところに落ちたのかなって思ってびっくりしたわ。熱い熱い。かっこいいなぁ。今作で追加されたアクションいいですよね。よくやってて。あ、弱っている。弱っているんだったらそろそろ捕まえる方で行くか。危ね。
罠を準備して。よし、罠が作動。じゃあ2体目は手っ取り早く捕獲と。まあこんな感じで、まあ、基本的にはボウガンでやっていくとして、まあ、貫通弾が気持ちいいんでそれを皆さんにお伝えできればなと。あ、採掘ができる。これは生産アイテムですね。うっと、うっそだろそうか、20秒だからか捕獲は。アイルとかね、ガルムはかなり雇ってて、強化とか、あとは探索とか、攻撃か、その辺に行かせております。ふむふむ。当てたな、この風神流、いぶし巻き彦。絶対覚えられないな。いや、そう言われてもね、私、その緊急行く前に、まずは他の星6を終わらせないといけないから、風神流さんにはちょっと待っていただいて、上位を進めていこうかなと思います。では、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。